すごいエネルギーが自分の中にすでに宿ってるのを感じるし、女として経験できることの素晴らしさを教えてくれた。ありがとう命、ようこそ命。いい出産をすれば、いい楽しい子育てが待ってるっていう。安心します、うん、おへそ、はい、ちょっとね、巻いとくね。こだわりのいっぱい詰まった産み方を自分で選んでしてくれたんだなってことを改めてちょっと今思い返してたんですけど、いやその後の生命力が絶対違う、うん、そうだよね、自分で生まれてきたっていう。自然のお産って言われたら、今自然のお産が本当にあるかどうかっていうのは私は疑問。子供ってすごいやっぱり才能の持ち主なんで、それをこう引き上げてあげられるのをそのお産で、お産が楽であれば、楽しくあれば、それを引き上げてあげることもできる。お産ってそのぐらいの魅力のあるものだし。ぽっぷりこせて、お産まれて、それから乳がんになったんですか？そうですね、下の方が3歳の時。生まれることって生きることと亡くなることの本当にあの境のところであるので、なんかそんな話も。辛いよ、苦しいよ、お母さん、お母さん、お母さんがもうダメと思うぐらいあの大変な状態でも、お母さんが冷静だと赤ちゃんが苦しくなるの。もう来てますね、頭が。負けないように押さえて。あ、出ないように押さえとくんですね。はい、はい、はい。あー、で、出る出る出る。頑張ったね、頑張った。うん、まだ分かるけど、はい、陣痛あってのお産というかっていうのも分かった。おめでとう。60兆個の細胞さんの総司令官は自分自身。小さい時から素晴らしいんだよっていうことをずっと伝えられてきた。赤ちゃん様、赤ちゃん様。